今回は同じ地下鉄事業を手掛けた中国と日本の差について、詳しく解説していくぜ。日本のものづくりの技術は、海外からも注目されているわよね。どのくらいの差があるのか気になるわ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。日本の味方。日本の技術の素晴らしさが、インドの地下鉄のデリーメトロの工事を受注したことで改めて証明されたんだ。またまた、世界で日本の技術の素晴らしさを披露できたのね。さらに、同じインドのムンバイメトロを中国が手掛けたことで、日本との技術の差が明らかになったようだぜ。あらま、中国も競い合う相手を間違えてしまったのね。そうだな。では、まずインドの交通インフラ事情から紹介していこう。お願いします。現在、急速な経済発展を遂げている、インドでは交通インフラ整備の遅れが、問題となっているんだ。交通インフラ整備って、よく聞くけど主に何のことなのかしら？これは、産業や生活など物事の基盤を整えることだぜ。例えば、道路という基盤を整備して、より交通が円滑に回るようにすることなどが、一般的によく使われているな。なるほどね。一気に整えるというのは難しそうな気がするわ。ああ、インド政府は、このインフラ整備の遅れが、経済成長の鈍化を促すのではないかと懸念し、鉄道関連の整備や再構築が見直されたんだ。実は、インドの鉄道の歴史は、日本よりも20年ほど早くから整備されているんだぜ。ということは、歴史はインドの方が長いけれど、日本の方が成長のスピードが速かったということかしら？簡単に言うと、そういうことになるな。当時のインドの鉄道は、インドを植民地支配していたイギリスが、資源の運搬用に整備したものなんだ。だから、そんなに早くから整備されていたのね。どれくらいの距離があるのかしら？なんと、現在は総延長距離6よろず2000組以上もあるんだぜ。これは、アメリカやロシア、中国に次いで、世界で4番目の長さなんだ。上位3つの国は、広くて長いイメージがあるけれど、インドが4番目だなんて意外だわ。北側ヒマラヤ山脈から南側のインド洋まで広がっているからな。列車の数はどのくらいあるのかしら？旅客列車は約1よろず4000台で、駅は8000箇所もあるらしい。こうしてみると、インドは世界的鉄道大国のように思うだろうが、残念ながらそうではないんだぜ。運行時間の遅延は当たり前で、車内環境も悪いんだ。ええ、日本ではありえないことよ。そうだな。また、富裕層が使う一等寝台車と、庶民が乗る二等客車では、運賃が10倍以上も違うんだぜ。ええ、どうして、そんなに運賃の差があるのかしら？インドの格差社会が、鉄道の運賃にもそのまま反映されているということだ。つまり、インドの鉄道事業は、事業開始以来ずっと変わらないままということね。ああ、だから、インド政府はこれらを変えていくために、先進国の力を借りることにしたんだぜ。昔の日本も、西洋諸国の影響を取り入れて、経済発展していったものね。ああ、それと同じことだな。そして、その一つがムンバイメトロにおける、中国の協力だったんだ。だから、インドのムンバイの地下鉄を走るムンバイメトロは、インドの交通インフラ整備の一環として、建設された都市高速鉄道網なんだぜ。なぜ、中国に協力をお願いしたのかしら？中国は、高速鉄道の海外輸出に積極的で高速鉄道だけでなく、インドには地下鉄車両も輸出しているんだぜ。初めて知ったわ。じゃあ、インドでは中国の地下鉄が走っているのね。そういうことだな。都市高速鉄道網では、中国製の地下鉄車両が、たくさん走っているぞ。ただ、インドと国境を接する中国の二国間には、様々な衝突があり、特にインドの人々は中国をライバル視する傾向があるんだ。ええ、地下鉄車両を輸出したり、鉄道網の整備を協力するくらいだから、とても友好的な関係なのかと思っていたわ。中国のニュースアプリである共同情が、中国製の車両がインドを走ることに関する、インドの人々の反応を紹介していたんだぜ。これが、中国とインドの関係をわかりやすく表しているんだ。そうなのね。とても興味深いわ。中国を見下しがちなインド人も、中国式発展モデルを認めている。しかし、インドはこれを真似ようとするも、彼らには謙虚に学ぶ姿勢がない。その結果は、まさに虎を欠きて犬見る S。今後も高貴なインドが頭を下げて、教えを請うことはないだろう。と、記事では皮肉な言葉で、インドを批判しているんだぜ。
すごく、上から目線な言い方なのね。まあ、中国らしいわね。実は、インド国内では中国の地下鉄車両の使用に関しての批判的な意見が多数見られるらしいんだ。そうなの？どんな意見があるのかしら？どうして中国製なのか、他に選択肢はなかったのか、中国製品の不買運動をしているのに国内製造業が打撃をかぶるのでは？といった意見みたいだぜ。ええ、インドでは中国製品の不買運動まで起こっているの？ああ、中国製品の不買運動や抗議デモが頻発しているのは確かなんだ。小売業界団体の全インド商人連盟 CAIT は3000の中国製品のアイテムをリストアップしたんだぜ。そして、2021年まで230億ドルもの中国製品をボイコットすると宣言したくらいなんだ。そんなことがあったのね。全然知らなかったわ。しかし、中にはインドが自国で作るならば、倍の時間を要する、そもそも、インドから中国製品をなくすことは不可能。などと指摘している、一部の理性的インド人もいるんだぜ。そして、これを受け入れていると話していたんだ。確かに、日本でもメイドインチャイナと表記の製品をあちこちで見るから、全くなくすことは簡単ではないわよね。ああ、中国は特に、経済大国としての自負もあり、地下鉄車両の他にも世界に輸出する、自国製品に対して強い誇りを持っているみたいだぜ。確かに、ニュースの記事からも、中国がインドに対して抱く、強い優越感が伝わってきたわ。ああ、だから、インドの人々からすると、中国との様々な衝突がある中で、中国製品に頼らなければならない現状に複雑な思いでいっぱいだろうな。じゃあ、インドの人々が日本に対して抱く感情は、どうなのかしら？これは、非常に好意的な意見が多く、むしろ感謝の気持ちを抱く人が多いようなんだ。ええ、嬉しいわ。でも、どうしてそんなに好意的なのかしら？なぜかというと、日本が貢献したインドの鉄道整備がきっかけみたいだぜ。インドの首都デリーでは、地上高架鉄道と地下鉄の建設を、交通インフラ整備の一環として、急ピッチで進められていたんだ。実は、インドの鉄道は長距離の輸送に重点が置かれているが、近距離鉄道網に関しては、不完全な状態なんだぜ。確かに距離に関しては、世界で4番目の長さを誇っているものね。ああ、近距離鉄道網のための交通手段としては、主にはバスや自動車となり、それによる交通渋滞と排気ガスによる公害が大きな問題となっているんだ。なるほどね。日本の地下鉄のように、近距離での鉄道の利用はほとんどないのね。その通り、これらの問題を解決するために作られたのが、地下鉄デリーメトロなんだぜ。ここに日本は、第一フェーズの計画段階から円借款供与を継続的に行いながら、この地下鉄の建設にも携わってきたんだ。円借款供与って何のことかしら？これは開発途上国に対し、返済期間が長期で低金利の円資金を供与する日本政府の融資制度のことだぜ。国同士でも、こういった融資制度というものがあるのね。ああ、今回の地下鉄の工事のように、開発途上国の産業開発や国際収支の改善などの、経済安定化のための援助を目的としているんだ。そして、2002年のレッドラインの開業から、2021年の第4フェーズ完了までの総延長距離は、439mm になったそうだぜ。これは中国に次いで、世界第2位の都市鉄道網となっているらしいんだ。すごいわね。ところで、レッドラインっていうのは何のことかしら？これは、インドのデリーにある、シャヒードスタール駅からリターラ駅までを結ぶ、デリーメトロの鉄道路線のことだぜ。この路線の大半の駅は高架駅になっているそうだ。なるほどね。デリーメトロが初めて、開業させた路線ということね。ああ、それまでのインドにおける、インフラ工事では工期が計画通りに収まらず、大幅に遅れるのが当たり前だったみたいだぜ。しかし、日本が建設に携わったデリーメトロ工事では、区間ごとに前倒しで完成することもあったそうだ。さすが日本だわ。だから、計画よりも早く大きな都市交通網を完成させることができたんだぜ。工期が遅れるのが当たり前だった現地の担当者からすると、日本のこの仕事の速さは、すごく驚いたんじゃないかしら。ああ、みんな驚愕だったみたいだ。デリーメトロ公社の初代総裁である、スリダラン氏は、最初の現場説明の時から、日本の技術者には驚かされた。私が集合時間の3分前に行くと、そこには全員ヘルメット姿で整列する。日本の技術者たちの姿があった。恥ずかしながらインドの技術者が全員揃うのには、それから10分以上の時間を要したのだ。
果、日本の技術者たちは誰一人として文句も言わない。もちろん、整列したままね。インドの技術者が全員揃ったところで、日本側の責任者が、初めて苦言を呈したんだ。8時集合とは、8時から作業を開始するということ。そのスーツは何ですか？それで作業を行うつもりですか？返す言葉もありませんでしたね。悔しくなった私は、翌日15分前に現場に行くとすでに日本人技術者たちは全員並んでいた。次の日は、30分前に行った。すると、日本の技術者たちが着替えていた。私はこの時ようやく一緒に着替えることができたんだ。我々は日本人から様々な大切なものを学んだよ。一つが納期だね。彼らが常に口にするのが納期だった。工程を無事に終了させる。1日たりとも遅らせてはならないと。彼らは常々そう言い、我々も気がつけば納期という言葉を使い始めていたね。彼らの労働は感心するほど真面目で正確。それは一緒に働くことでわかる。そして、彼らは働くことの美学も我々に教えてくれた。気がつけば、この巨大プロジェクトは当初の予定よりも2月半も前倒しで終了していた。こんなことは、インドでは初めてだったから。非常に驚いたよ。工期を守る大切さも思い知らされた。工事に尽力してくれた彼らには感謝しかない。そして、次に運行に関する。日本人指導者が来てくれた。彼らも非常に優秀で私たちのそれまでの考えを改めさせてくれた。彼らが使ったのはオンタイムだったね。これがまたすごくて、ドアが閉まるまで4秒、それから5秒で動き出す、まさに秒単位で正確に行動させられた。電車が止まる場所も誤差は3センチ以内と、正確な運行管理を徹底させられた。その結果、今デリーメトロはわずか数分の誤差範囲で、正確に運行されている。これは、インドの公共交通機関の中でもここだけだろう。これは本当にすごいことなんだよ。インドでは、数時間の遅れも日常茶飯事だからね。我々は、日本人から資金援助や技術援助だけではなく、非常に多くの貴重なものをもらった。最も感銘を受けたのは、働くことの価値観、労働の美学、つまりは日本の文化そのものだろう。それまでの価値観が根底から覆されたからね。と述べているんだぜ。とても嬉しい言葉ばかりね。インドの人々が日本に対して、好感を持ってくれている意味がわかったわ。彼の他にも、このインフラ工事を通して、多くの作業員が日本人は我々に技術以外にも多くの大切なことを教えてくれたと感謝しているんだ。私たちにとっては、ごく当たり前のことを伝えたつもりが、インドの人々には労働の価値観が根底から覆されるほどの、衝撃だったようね。ああ、そうだな。現在でも、デリーメトロは全車両に空調が完備され、快適な車内空間が維持されているんだぜ。車内空間が改善されたのは、短距離であっても鉄道を利用する人からすると、とてもありがたいことだわ。また、ラッシュ時には2分半の間隔で正確に運行され、人々に感謝されているんだ。2分半の間隔って、日本の都市部での地下鉄並みね。ああ、この間隔は、世界レベルとも言える運行密度なんだぜ。さらに、定着しなかった乗客マナーも、整列用のラインを引くなどの乗客指導の努力のおかげで、少しずつ改善していっているみたいだ。また、日本と同じく女性専用車両を導入したため、女性の安全対策と女性の社会進出に大きく貢献するとも言われているんだぜ。女性専用車両まであるのね。なんだか発展途上国とは思えないわね。そしてなんと、デリーメトロは2022年で開業から20年を迎えたんだ。素晴らしいわ。だから、運営するデリーメトロ公社や日本政府の関係者らが、式典を開いたんだぜ。国際協力機構 JICA は、この20年で286駅が建設され、全長は約390キロで、1日あたりの乗客数は約500万人だと発表したんだ。そして、これは世界最大級のメトロに成長したとも伝えているぜ。成長のスピードも言うことなしで、さらに日本人が協力して作り上げた鉄道を、これだけ多くの人が利用してくれていることが嬉しいわ。そうだな。また近年、デリーメトロ公社は、日本以外のインドネシアやバングラデシュ等の国のメトロ事業と協力も進んでいるんだ。それらの国々は、ほとんど日本が支援する国なんだぜ。デリーメトロ公社の世界における存在感も大きくなっているのね。そうだな。そして、何よりも日本の影響力が点から線、そして面へ、広がりを見せている証だ。こうして、インドの交通事情というのは、日本文化に触れたことで確実に、進化をしているんだぜ。
なんだか、こうして人と人のように国と国が協力し合って、お互いに高め合っていける関係って素晴らしいわよね。ああ、その通りだな。デリーメトロは、まさに日本とインドの友好関係を象徴する事業だよな。ではここからは、デリーメトロの成功に関して、インドや他国の人々からも感謝や、驚きの声が寄せられているから、その一部を紹介していくぜ。お願いね。日本ありがとう。快適なデリーメトロは最高だよ。こちらこそ。この感謝の言葉が日本の技術をさらに向上させてくれるのよね。ムンバイメトロにも乗ったけど、こっちの方が快適だし断然いいよね。あら、中国も日本と比べられてかわいそうだけど、真実だから仕方ないわよね。渋滞も遅れもなくて助かる。毎日の通勤や通学のストレスが、少しでも軽減されたならよかったわ。日本に感謝だ。デリー市民にとって、便利で快適な交通機関だよ。車内空間の快適さは、乗客にとっては一番と言えるほど、大事だものね。素晴らしい地下鉄システム。日本人技術者に感謝の気持ちを送りたい。このプロジェクトがあってよかった。私たちこそ、こうして協力できて本当によかったと思うわ。まさに世のための仕事をした日本。これからも、日本は大活躍していくはずよ。私の国は、金をケチって中国製を採用しちゃった。日本製の価値に気づくべきだよ。あらま、どこの国の方なのかしら？後々のことを考えると、きっと良い製品のものの方がいいわよね。アメリカにも、地下鉄を作ってくれないかな？フィリピンの交通事情も助けてほしい。発展途上国だけでなく、世界各国からもこうしてお願いされる日本は、本当に誇らしいわ。以上が、デリーメトロに関する、世界中の人々の声だ。この言葉からも、日本の指導者たちがインドの発展のために、大きく役に立てたことがわかるわね。批判的に受け止められてしまった中国と、感謝と感動を与えられた日本の差は、技術だけでなく取り組む姿勢から生まれたんだと思うぜ。本当にその通りだわ。ではここからは、日本と中国の新幹線技術が比較されていることについて解説していこう。鉄道だけでなく、新幹線技術も比較されているのね。ああ。現在中国の高速鉄道は、世界各地で幅広く使われているが、もともとは日本の技術提供から始まったんだ。しかし、現在では低価格で推し進める中国に対し、日本の高速鉄道は、負けてしまうことがあるんだぜ。ええ、そうなのね。確かに良い商品を低コストで抑えて売るのは、簡単じゃないものね。ああ、最近だと、インドネシアの高速鉄道計画が、まさにこの例なんだ。これは、当初ほぼ日本が受注すると言われていたんだが、低価格と工期短縮を謳う中国に、負けてしまったんだぜ。一説には、中国案が日本のものと酷似しているとも言われ、日本としては腑に落ちない結果だったみたいだ。それは、納得いかないわよ。ただ、このインドネシアの高速鉄道計画で、型を落としたのは日本だけではなかったみたいだぜ。ええ、そうなの？どこの国なの？実は、中国の高速鉄道計画の進行はずさんで、書類などの不備からのスタートだったんだ。だから、その後も工期の遅れと問題が連続して起きた結果、予算を大幅に上回ってしまったみたいだぜ。ええ、せっかくの低価格が、これでは元も子もないわね。ああ、そしてインドネシア政府は、頭を下げて日本へ支援依頼をしようと、協議したんだ。結局そうなってしまうのね。なぜわからなかったのかしらね。インドの事例をからも、日本への依頼の有無とその明暗が見事に分かれた結果だと言えるな。こうして、インドネシアの鉄道事業では、中国に負けてしまった日本だが、負けっぱなしではないんだぜ。そうなのね。安心したわ。実は2015年日印首脳会議で、インド高速鉄道ムンバイアーメダバード間の案件を、日本が受注することになったんだ。ここでのライバルはフランスだったが、関係者の努力により見事に、日本の新幹線方式が採用されることになったんだぜ。計画では、約500キロの区間を最高時速320キロで走行し、所要時間は約8時間から2時間程度へと、大幅に短縮されるみたいだ。そんなに短縮されるのね。いつ開業の予定なのかしら？開業は2023年の予定だったが、土地収用の問題などもあり、少々延期になるみたいだぜ。早く日本の新幹線が、広大なインドを走行するところも見てみたいわね。ああ、そうだな。
こうして、日本の新幹線方式が採用されたことは、背景としてデリーメトロの実績も大きく影響しているんだろうな。デリー近郊では、デリーメトロのおかげで鉄道環境は改善されたが、他の地域ではまだ鉄道事故も、多発しているのが現状だ。大都市のムンバイでは、鉄道事故により1日に数名が、亡くなってしまうこともあるみたいだぜ。確かに、デリーだけではないものね、一気に改善するのは難しいけれど、少しずつ改善していかないといけないわね。ああ。だから、インドとしても鉄道の安全性は、絶対に手に入れておきたいことだったんだ。そのために、オペレーションやメンテナンスで、優れる日本の新幹線方式が採用されたんだろう。価格競争では負けてしまっても、日本の信頼と安全を最優先するやり方や仕事ぶりは、変えてほしくないわ。そうだな。現代は、効率化や利益追求を求められがちだから、日本のものづくりは時に時代と相反する位置に、置かれることもあるんだぜ。でも、今回のインドの件で、日本のものづくりの素晴らしさが、再認識されたんじゃないかしら？そうかもしれないな。日本のものづくりには、労働に対する価値観や美学、日本の文化そのものが詰まっているからな。そうよね。ただ、物を作ればいいわけではないからね。そこに向かう姿勢や、使う人のことを思う気持ちを異文化の中で生活する方に、理解してもらえるのはとてもありがたいことだ。その通りね。これからも、日本の鉄道技術が世界中の国に伝えられるはずだわ。日本の味方。まずはじめに、時速200クム以上で走る高速鉄道の建設するには、高い技術力が必要だぜ。だからゼロからの開発は現実的じゃないんだぜ。各国が高速鉄道を導入する際には、走行実績が豊富な国の企業から、車両を輸入するのが一般的だと言われているぜ。そして世界一の高速鉄道網を誇る中国と世界一の新幹線を持つ日本は、受注を競い合うようは、ライバルと言えるんだぜ。しかし現在、中国に受注依頼した国は、たくさんの問題を抱えていると言われているぜ。どうしても中国製品は粗悪品な印象があるから、なんだか多くの人の命を乗せて走るものを中国製にするのには、少し抵抗があるわね。確かに、安かろう悪かろうな印象を持ってしまうな。まず日本が受注した高速鉄道計画について説明していくぜ。2020年8月日立製作所が受注を受けたものだが、スペインで運行予定の高速鉄道23編成184両をイタリアの鉄道会社から受注したと発表するぜ。カナダのボンバルディアとの共同受注で受注総額はなんと998億円にも上るぜ。そのうち日立の受注額は半分以上の約600億円にもなるぜ。桁がすごすぎて、あまりピンとこないわ。でも、半分以上が日立製作所に入るなんてやっぱり日本の技術はすごいのね。納入予定の車両はフレッチャロッサ線だぜ。日立とボンバルディアの共同開発した車両だぜ。この車両は、イタリアではトレニタリア社によって2015年から運行されていて、すでに実績があるぜ。さらに日立とボンバルディアで50編成を納入済みだぜ。2019年6月には追加で14編成の受注があり、スペインにおける受注もその実績が評価されたからだろうな。追加で注文が来るなんて、よっぽど評価も良かったのね。さすが、信頼と実績の日本ね。フレッチャロッサ線はなんと最高時速360クムの高速性に加えて、振動や騒音が少ない快適性を持ち合わせているんだぜ。そしてなんと、Wi-Fi 設備や食堂車も完備しているというまさに、至れり尽くせりな車両なんだぜ。そして、スペインが日本に受注したという首都圏を一番驚いていたのが、中国なんだぜ。ある中国メディアは、スペインはなぜ日本を選んだのかと疑問を投げかけていたんだ。そしてその理由を独自で分析して記事にするんだぜ。中国は様々な地形環境での建設経験と建設能力、独立した技術基準の高速鉄道の技術システム、そして一番の売りである、建設コストの安さに、とても自信があり、スペインが自分たちを選ばなかったことに納得がいかなかったんだろうな。でも正直、中国の高速鉄道に優位性があるとはちょっと思えないわよね。どうしても、日本のが真面目に作ってくれそうだし、その記事には、他になんて書いてあるの？まず5つ目の理由が、スペインが日本を選んだのは今回の発注が新規発注ではなく再発注だとすること。2つ目が、日本は車両に強いということだぜ。5つ目の解説をしていくぜ。先ほども紹介したと思うが、日立とボンバルディアはトレニタリア社にフレッチャロッサ線を納品した実績があるよな。スペインの高速鉄道はトレニタリア社のスペインの子会社が運行するので、今回は新規の発注ではなく再発注としているぜ。
だから中国が選ばれなかったのも納得ができると記事には書いてあったぜ。二つ目の理由だが、高速鉄道産業でも日本と中国が担当している分野が違うということだぜ。具体的に言えば、中国は主に高速鉄道建設に日本は車両の輸出が強いとされているそうだぜ。記事にあるが、その一例としてイギリスの高速鉄道ハイスピードに HS2 の建設計画で、中国が受注する可能性が高いが、車両に関しては、日本が受注する可能性があるだろうとしているぜ。この記事は2020年の記事で確かにその後の2021年には日立製作所がハイスピードに HS2 向けの車両を、フランスのアルストムの共同事業体と一緒に受注しているんだぜ。記事の読みである、車両については日本、は当たったことになるな。そりゃ振動も騒音も少なくて快適ですごく速くて、Wi-Fi も完備なんて、もはや日本一択だと思うのは私だけじゃないわよ。ちなみに、計画の実施にあたってイギリスが援助をどの国から受けるかはまだ明らかになっていないぜ。一部の報道では、イギリス政府が中国の建設大手中国鉄建科学と協議を進めて、契約するのではとあったが、これは運輸省がはっきりと否定しているからでまだと言えるぜ。これは果たして本当に中国と日本が分業していると言えるんだろうか疑問だな。なんだか記事の内容が負け惜しみ全開って感じだったわね。これはこれで面白かったけど。さらにスペインでは、2021年10月に日立製作所のグループ会社の日立レールスペインがスペインで最初の民営高速鉄道事業者であるイルサと、鉄道車両のメンテナンス契約を締結するんだぜ。ちなみにエターセン形という車両の編成数は20、30年間にわたる契約で、総額は7億3700万ユーロ約980億円だそうだぜ。首都マドリードで予防保全や修理が行われ従業員75人が新規雇用されるそうだぜ。こういう前例を踏まえて、鉄道関係は日本に任せた方がいいと、スペインは考えているんだろうなというのがひしひしと、伝わってくるぜ。雇用まで促進されるんだからスペインにもメリットがあるわね。しかし一方で、かなり対照的なのが中国に発注をした国々だぜ。その代表はなんといってもインドネシアだぜ。インドネシアのジャカルタバンドン間の高速鉄道計画は今、かなり危機的な状況に立たされているんだぜ。もともとは、この区間の高速鉄道の建設は日本と中国で受注を争ってたぜ。日本は円借款による新幹線輸出を狙っていたんだが中国は、この事業を一路一帯の目玉と位置づけをしてインドネシアに熱烈なラブコールをして、さらにはインドネシアに公費負担をしなくていいとする融資条件が決め手となり2015年9月にインドネシアは中国に落とされてしまうぜ。恋は盲目とは、このことねでも公費負担もなしなんて、中国すごいわね。私も少し揺らいじゃうかも。でも、やらかしてしまったのよね。工事はうまくいかなかったのかしら？残念ながら聞こえてくるのは悪い評判ばかりなんだぜ。インドネシア初の高速鉄道として国内の注目がたくさん集まっていただけに失望も、かなりのものなんだろうな。まずは公費負担の件について説明するぜ。インドネシア中国高速鉄道 KCIC という鉄道を運営する会社によると、はじめに中国が提案した事業費は約55億ドル日本円で約8000億円。しかし用地取得の難航や、コロナで経済の停滞などが重なり経費はどんどん膨らんでいき2022年9月時点で、約72億ドル、日本円で約1兆500億円までになってしまうんだぜ。そんな理由で公費負担は求めないと条件を提示していたにもかかわらず、インドネシアの大統領ジョコイドドは国家予算を投じると判断せざる得なくなるぜ。その金額が、2021年11月に約 4.3 キザシルピア日本円で約357億円にも上るそうだぜ。国家予算は使わないって条件だから付き合ったのにそんなの約束破る最低な男よ。だから日本を選んでおけばよかったのにそうすれば傷つかずに済んだのに、そんな男はごめんこう無理たいなでもその設定だと、インドネシアも金目的の女ってことになるぞ。霊夢。しかも問題は公費負担だけには収まらないんだぜ。ずさんな工事のせいで、建設現場に近い集落の住民からはクレームが相次いでくるぜ。そのクレーム内容が、自宅の壁に亀裂が生じたや騒音だぜ。近くの建設現場では大型重機を使用してパイルの打ち込みや掘削作業などが行われているぜ。どうやらその振動が近くの民家の壁に亀裂を生じているそうなんだぜ。工事現場近くの住民たちからは、民家の壁の亀裂以外にも騒音大気汚染やさらには、水路変更などに伴う洪水被害なんかも報告されているそうだぜ。そんなにたくさんのクレームがあってさらには、
たくさんの環境破壊問題まで引き起こしてるのね。住民たちは暮らしがあるし、もしかしたら家が壊れるかもって思うと、毎日眠れない夜を過ごしているんでしょうね。ほんと、自分本位なクズばかりね。施工側は、もちろん対応してくれるんでしょうね。ところがな霊夢、KCIC 側は、騒音被害や大気汚染については、鉄道建設だけではなく近くを通る高速道路の車両も、原因の一つだと真っ向から反論しているそうなんだぜ。でも、このまま住民の不満を無理やり抑えて工事に踏み切ったとしても、まだまだ問題があるんだぜ。なんとこの、ジャカルタ・バンドン間の高速鉄道は利益を生むまでに、なんと40年もかかる可能性が出てきたんだぜ。今インドネシアでは、首都を移す計画があるんだ。2024年にジャカルタからボルネオ島へだそうだぜ。まあこれに伴い、列車の乗客数は1日あたり当初の予想である6よろず1157人から3よろず1215人と約半分も減少する見込みだそうだぜ。当初は20年以内に投資した金額を上回る予定だったんだが、乗客数、乗車券、投資額の価格を改めて見直したところ、損益分岐点に達するのは、40年後だということが分かったそうだぜ。もう当初の予定と全然違うじゃないのよ。合ってること探す方が大変じゃないの？会社と会社間だったら取引中止よ。よくもまあ、こんなくだらない嘘ばっかりついてくれたわよね。しかしな、霊夢。採算を取るのが難しいことは実は調査段階で分かっていたんだぜ。ジャカルタ・バンドン間の高速鉄道は、わずか142キロ。これは日本でいうところの東京・静岡間にあたるんだぜ。実はこれは、高速鉄道を走らせるにはめちゃくちゃ中途半端な距離なんだぜ。しかもバンドンは標高700メートルの高地にあり、沿岸都市であるジャカルタの標高はなんと8メートル。この2つを結ぶとなると、とてつもない勾配を車両が駆け上がらなければならないんだぜ。さらにはトンネルを13箇所も建設するしなければならないこともわかったんだぜ。それと、一部経路は人口密集地を通ることから路線の全体4割弱は高架にして1割は地下に路線を建設しないといけないんだぜ。そんなに？じゃあ最初から建設コストは並外れて高いものになると予想はされていたのね。日本の JICA が2012年に行ったフィージビリティスタディという調査を行ったんだ。この調査は別名、実行可能性調査や採算性調査とも呼ばれていて、要は、新規プロジェクトが実現可能かの調査だな。略して FS 調査とも言われているぜ。その調査でも建設費の半分は政府が出さなければ採算は取れないだろうと言われていたんだぜ。ちなみにこの調査は、日本が1年弱という時間をかけてきちんと調査をして、出した結論だぜ。1年半も費やしたの？でもさすが日本ね、きちんと当たっていたんだものね。真面目な国民性が垣間見えるわね。ん？ちょっと待って、この調査はもしかして中国はしていなかったのかしら？中国は環境影響調査というのを行っているんだぜ。しかし、その期間はわずか7日間で済ませ、報告書も3ヶ月で作成をしているんだぜ。その内容というのが、大統領選が行われる2019年には運行を開始できて、建設コストも50億ドルで完成できるというもの。 JICA は2023年の操業開始時にかかるコストはおよそ61億ドルの財政負担は必要不可欠と述べており、そのことがありインドネシアは中国を選ぶんだぜ。まあ条件が良い方を選ぶことは当たり前だけど、調査期間のあまりの短さを不審に思わなかったのかしら？7日間の調査と1年半もかけた調査じゃ、重みというか価値すら違いすぎて、普通7日間の方なんて信用できないと思うわ。自業自得な気もするわ。結果的にインドネシアは莫大な金額を投資して中国製の高速鉄道を購入したんだぜ。これは日本製を買えるくらいだったみたいだぜ。それとインドネシアでは国内初の地下鉄 MRT の整備が日本の技術協力と円借款で計画されているぜ。日本の支援は現地からも歓迎されていて、訴訟が現地で起こっている中国の支援とは質の良さが全く違うとわかるんだぜ。まあインドネシアが一番の被害者というだけで、中国に鉄道計画を任せたてひどい目に遭っている国は他にもあるんだぜ。ベネズエラがいい例だな。2009年中国がティナコアナコ間の全長400クムで高速鉄道の建設を手掛けるんだぜ。建設計画は約75億アメリカドルで契約が交わされ、2012年に完成する予定だったんだぜ。完成する予定だったね。またずるずると予定が伸びて、建設費がバカ高くなったのかしら？すでにベネズエラからは中国人スタッフが消えて、建設は放棄されているんだぜ。工場は放棄され、天井や壁もない建物が打ち捨てられて、かなり無残な姿を晒してるんだぜ。ベネズエラはもともと電力不足に悩まされており、追い打ちをかけるように原油安による経済危機が直撃。だからといって中途半端な形で放り出すのは、本当に誠実と言えるのかしらね。この状況に焦ったのはタイだったぜ。中国
の借款で高速鉄道計画を発注していたが一部の資金を自前で賄うことにしたそうだぜ。だが作業は遅れ先行きが、かなり不透明になってるそうだぜ。安物買いの銭失いとはこのことね。しっかりと調べたり考えたりしないからこんなことになるのよ。向こうが美味しい条件を出してきても少し疑ってかかるべきよ。なんたって中国だし。スペインが鉄道大国なのは知ってるか？高速鉄道網の拡大に力を入れていて2021年12月時点で高速鉄道網の国内総延長距離は約3662km になり、これは中国に次ぐ世界第2位なんだぜ。日本の鉄道技術は優れているが、すでに国内インフラは整っているから新しい鉄道を作る機会は少なくなってしまったんだぜ。だから日本からしたら、スペインは大きな市場と言える。今後ともぜひ日本をパートナーに選んでほしいんだぜ。そうね、これからもいい関係を築いていきたいわね。あのサグラダファミリアも日本人が建設に関わってるというし、なんだか世界的に有名な建築物を日本人も手掛けていると思うと、とっても感慨深いわ。ちなみにインドネシアと日本の関係は60年を超える友好関係を築いているのだが、少しずつ悪化しているんだぜ。もちろん、インドネシア有責でだがな、何度も裏切られているから、もしかしたら近いうちに崩壊するかもな。最初の裏切り、それはジャワ島のジャカルタバンドンを結ぶ120キロの高速鉄道計画で起こったんだぜ。長年協力体制にあった日本だったが、突然裏切り中国に高速鉄道の整備を受注するんだぜ。両政府からの依頼で、数年かけて地質調査などを実施していたんだぜ。費用はなんと約2億円以上。事業を受注してもらえると思っていたからこそ、日本はそれだけのお金をかけて、丁寧に調査を行ったんだぜ。調査が進んでいた矢先、突然中国が参入を表明、しかもインドネシアもそれを容認したんだぜ。は？日本に調査依頼した段階で普通に日本に任せるもんでしょ？なんなの？日本に確認したの？日本はね、耳に水だったようだぜ。当時の菅義偉で官房長官も経緯については理解しがたい、極めて遺憾であるとしてインドネシア政府への怒りをあらわにしているぜ。さらに最悪なのが、中国の提出してきた案だが、内容は日本の案とほぼ一緒で、違うのは金額見積もりだけだったんだぜ。日本が時間とお金をかけて出した案をわずか5ヶ月しかかけずに、ほぼ同じルートになったんだ。短期間で綿密な調査ができるわけもなく、実際中国側が詳細な調査を実施した形跡はなかったんだぜ。日本と一緒に調査を進めてきたインドネシアもそれは分かっていたはずよね。それでも中国案を選んだのは安かったからだろうな。約6600億円に上る事業費の全額を年利 2% 償還期間40年で融資する異例の好条件を出してきたんだぜ。日本も4500億円程度を年利 0.1% で融資する好条件を提示したんだぜ。だが、インドネシア政府の財政支出や債務保証なしで建設できるとアピールしてきた中国には勝てずに、東南アジア初の高速鉄道事業は中国主導で進められることになってしまったぜ。ありえないわ。また頓挫してほしいわね。というか、そもそも建設計画って極秘情報よね。どこから流出してしまったのかしら？可能性があるとすれば、やっぱりインドネシアだろうな。日本と全く同じ案を中国が日本よりも安く提供する。それによって浮いたお金をインドネシアと中国で山分け。両国の間でそんな裏取引があったんぜ。と疑いたくなる結果だったからな。さらにインドネシアの裏切りはこれでは終わらないぜ。高速鉄道計画とは別にジャカルタスラバヤを結ぶ在来鉄道の高速化計画が進んでいたんだぜ。インドネシア第二の都市と言われるスラバヤは、高速化が実現すれば12時間もかかるジャカルタスラバヤ間を約半分の5時間半で移動できると言われているんだぜ。約720キロの高速化計画は日本に一任されていたんだ。しかしインドネシア政府が突如として中国の参加を求めていることを明かすぜ。出たわね、中国。しかもインドネシア経由で表明するとか、もはや事後報告じゃないのよ。インドネシア政府は2021年1月に中国に対して資金面での参加を打診していたそうだぜ。地元メディアの報道によると、2021年1月12日インドネシア訪問中の中国外相と会談、その中で持ち上がったのが、中国に任せた高速鉄道計画と日本の高速化計画の一体化だったんだぜ。ジャカルタバンドン間の高速鉄道計画をバンドンからさらに延伸し、最終的にジャカルタスラバヤを結ぶ高速化計画にしようとしているんだぜ。しかしこの話を日本抜きで進めてしまって、中国はかなり好意的で、今後専門家チームをインドネシアに派遣する予定だそうだぜ。そんな大事な話を日本抜きで進めるとかアホなの？ほうれん草って言葉知らないのかしら？というか、そもそも高速鉄道と在来線って線路が一緒なの？互換性あるの？開業予定の在来線の線路とでは基幹線路の幅が違っているんだ。だから突然そんなこと言われても、日本はやりましょうとはならずに拒否をするぜ。
そうするとインドネシア側はインドネシアと中国の共同事業体への参加を日本が拒否したと解釈をして、さっさと話をインドネシアと中国の両国で進めてしまってるんだぜ。インドネシアが日本より中国を優遇しているのは明らかだぜ。他にも新型コロナウイルスにジャカルタ郊外に住む女性2人が国内初の感染を確認した時に彼女らには出国後に日本人との接触があったと。早い話が、インドネシア国内の感染は日本人の所為で始まった可能性をジョコ大統領自ら国内で大々的に発表するぜ。その二人の女性の中国への渡航歴などは明らかにせず日本に責任を押し付けるような発言をしたんだぜ。日本なら怒らないと思ったんだろうな。コロナが流行り出した頃の犯人探しみたいな空気生きた心地がしなかったわね。この女性たちは大丈夫だったかしら。それよりも日本のせいにするなんて、しかも大統領自らなんて、ほんと喧嘩売ってんのかしらね。だがな霊夢、これほどバカにされていながらもインドネシアに甘いのが日本だぜ。2020年10月に菅義偉首相はインドネシアでジョコ大統領と会談し、円借款の供与を約束するんだ。なんとその額は500億円。日本も経済に打撃を受けてるんだがな、新型コロナウイルスで打撃を受けたであろう経済の支援、インドネシアでの初感染は日本人のせいだと言われているのにだぜ。日本だってコロナで経済が打撃受けてたのに、どうしてこんな裏切り者の支援をするのかしら。ここまで行くと、なぜ日本はインドネシアにここまで甘いのか？理由は何個か考えられるんだが、一番はインドネシアが日本にとってとても重要な国だと言われているからだぜ。例えば輸出入、2019年の日本輸出額は1兆9799億円とあり、国別輸出総額第3位なんだぜ。一方で日本の輸入額は1兆5243億円あり、第2位となっているんだぜ。インドネシアからの主な輸入品は金属鋼、天然ガス製造ガス、石炭コークス、練炭、石油、電気機器類、木製品、コルク製品など多種多様だぜ。2018年の財務省の貿易統計によれば、日本のエネルギー輸入に占めるインドネシアの割合は石炭が 11.4% で第2位、液化天然ガスが 5.9% で第5位と、エネルギー自給率の低い日本にとってインドネシアからの輸入が止まってしまうのは厳しいことなんだぜ。だからって相手のご機嫌取りみたいなことしてたら、それもそれで調子に乗ってしまいそうだわ。というか純粋に腹立つ。さらにインドネシアは現在大規模なインフラ開発を進めており、その規模は50兆円。当然一国の財政では簡単には賄えない額なんだぜ。そしたら、なんと日本へ援助を求めてきたんだぜ。過去に何度も日本を裏切ったのにだぜ。2018年4月、日本経済新聞社などによる主催で日本とインドネシア国交樹立60周年記念シンポジウムが開かれたんだぜ。インドネシア側の代表はそのシンポジウムの中で、インフラの整備で日本との連携を、さらに強化したいと語ったぜ。大規模なインフラ開発を進める中、日本による資金や技術面の支援に期待を示したんだぜ。はぁ？厚かましいにも程があるわよ。自爆芸が冴え渡ってるわよ。もはやここまで来ると笑っちゃうわね。そうだな。ちなみに海外の反応を見てみよう。スペインが協力先を日本に決めたのは、正解、今までに事故を起こしたことすらないんだから。先進国の中でも日本ほど洗練された国は少ないし、インドネシアでもジャカルタバンドン間以外のところでは日本の支援が決まっているよ。日本との良好な関係を考えれば安心できる。日本なら政治は関係なく純粋なビジネスとして取り組んでくれるし、僕らに助けが必要な時には手を差し伸べてくれるからね。インドも新幹線を導入するらしい。俺がインド人に言えることは、ただ一つ、高速鉄道を建設するにあたって君たちは正しいパートナーを選んだってことだ。やはりというか、日本に好意的なコメントばかりだな。これからも友好国であり続けるのはいいと思うけど、あんまりな態度をするなら日本も考えた方がいいと思うわ。ということで、今回はここまで。いかがでしたか？ぜひコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。